63経四国更新者です。今回は KNT53 からのタグ回しが来ましたので、それにお答えします。今回の動画は基本、本編に諸事情で出演できなくなった車両で構成しています。私は阪神5500系です。私は D52。特急牽引まで決まっていたのに出演できなくなったのが非常に残念です。私は EF52。私も D52 同様、特急牽引が決まっていた車両です。人でしょで113。横に誰かいなく。うわ、ほんとか。うわ、ほんとか、じゃねえよ。どうも、本編でもおなじみの121系第2編成だ。なんか、色違いません。製品正規のに変えたんだから仕方ねえだろうが、突っ込むな。は、はい。では質問に答えていくことにします。これは2014年5月だったと思います。今は削除しているのでもうわかりませんけれども。そもそもこのチャンネルではどちらも取り扱ってはいないんですが、います。シャボンのアクションのとても面白い実況を上げられている方です。ちなみにうつ主もマイクラの単発実況を上げる予定はあるんですが、Nゲージの日常9話が完成しないと編集に入れないので、出すことはないかもしれません。これは非常に難しい質問です。好きな曲が多すぎて選べません。が、1位だけは確かです。保証します。うつ主は数年前に若干病んでいた時期がありまして、その時期に懐かしき東方の詩を聞いたことで東方原曲にハマったという経緯があります。これは好き嫌いがはっきり分かれているので 50% 強とお考えください。JR 四国予算線です。利用率が最も高いです。ところでさっきから121が何も喋ってないわよ。ああ、やっと私の番か。待たされたぜ。今回は車両の近況についてうつ主から伝言を預かっています。まず、私が魔改造のものから正規のものに晴れて変更になったこと。次に EF65-124 が車両不良で本線離脱したということ。その代わりに EF65-100 が入線するぜ。最後に、03も車両不良で一時本線離脱しているということです。ただ、9話の内容にはあまり関係のないことだと思われます。私からは以上です。視聴者の皆様、大変お待たせしており申し訳ありません。夏休み中には必ず出しますので、多分。本当に大丈夫なんですかね。私たちが出られなくなったのって10話をなくしたからでは？そんなことは、ありま。あら、やっぱりあるんじゃねえか。この始末。はてさてこの先どうなりますことやら。